メンチを切る技術はいるのかいらないのか。メンチは下から見るのか上から見るのか。これ悩まなかったこれ大事だったんだよね。昔ね、ほとんどの人はね、メンチっていうのはね、こう下からこう見上げてたんだけど、僕はね、どうもそのスタイルがね、上からこうやって見下ろすメンチが好きだったんだよね。でも、下から見下ろすメンチと上から見下ろすメンチっていうのは利点と欠点があるっていうのをね、すごい自分で思ったの。うん。 あのね、下からね、見上げるメンチっていうのはね、確かにみんなやってるから、あんまり怖くない。で、上から見下ろすメンチっていうのは、あんまり人がやってないからね、見るとめちゃめちゃ怖いんだよね。けどね、顎殴られる心配があるっていう。いきなりね。それが怖い。うん。僕はでもあんまり上から見下ろすメンチを着る人に出会ったことないんだけどね。見下すけ。うんっていう。 上等の山田だよね。知らないえ、うん、山田とか言う。まあ、二つの間で揺れ動く。君。まあ、それがフラチオ国会のギア。